ん、久しぶりに中華の闇を暴く本格的なやつ。何を買ったかといえば、中華人民共和国製のパソコン用 CPU、ザオシン KXU6780 です。日本語読みすれば、超新です。Windows が動作する x86 系 CPU を製造するのは、まあ、インテル AMD だけと思いがちですが、実はこの中華超新も作ってるんですよね。気になるでしょ。以前黄金戦士という中華製 CPU も紹介しましたが、あれはノート PC 用のインテル製 CPU を魔改造してデスクトップ用マザーボードで動かすというもの、まあ、なんちゃって中華ですね。あれでも今回のはガチの中華製ザオシン自社製 CPU です。ザオシンの CPU は主に中国政府向けとして売られているのが現状で、一般市場での入手性は極めて困難。まあ、簡単に言えばアメリカ製 CPU を使うのは安全保障上問題があるという理由で中国政府が使っているそういう CPU ですね。で、今回購入したのは台湾 IEI というメーカーのザオシン搭載マザーボード。ザオシンは基板直付けタイプの CPU です。ちなみにこのマザーボードは組み込む用の業務用マザーボードです。信頼性が必要な組み込み用にザオシンの CPU なんて誰が使うねんって思うんですが、なぜこの商品は存在するのか。ちなみに価格は70,000円、中華なのに高いのは納得いかないんですが、レア商品だからしょうがない。組み込み用と言いましたが、サイズ自体はミニ ITX なので自作 PC パーツと形状は全く同じです。申し訳程度に S 型ケーブルが1本付属、ちゃんとバックパネルもついてます。ピン配置しか書いてないような全く役に立たないような簡易マニュアルも付属。ちなみにドライバー CD そんなものはないです。なんかビロンビロンしています。左側はボタン電池がブランブラン、右側はブザー。自作 PC パーツだと最近ブザーなんてついてないですよね。この CPU って去年発売された CPU なのでかなり新しいはずなんですが、コネクターの色が完全に20年前、クリーム色と、しかもピンクってなんだよそれ、ちぐはぐだし。このむき出しのコネクターの配線も歴史を感じますね。最新なのに20年前。メモリーはなぜかノート PC 用、まあ使われている電子部品のサイズが全部でかいんで通常のデスクトップ用を配置することができなかったんだと思います。明らかに設計が古臭いです。 S 型の端子は4発あります。ブルーの S 型コネクターも最近見かけないですよね。ケースにつなげるフロントパネルのコネクター、見たことない直線タイプです。ここら辺に大量に並んでるコネクター類は RS232C 増設用のコネクターです。最大で10ポート増設できるらしい。さすがは組み込み用。フルサイズの PCI スロットが1本あるのでビデオカードの増設も可能です。この6機構は初めて見たけどね。ザオシンでゲーミング PC、 ロマンあります。なんか M.2 スロットでけえなと思ったら M.2 ではないらしい。ミニ PCI エクスプレススロットで主に無線 LAN カードを挿すスロット。Amazon で1000円くらいで売ってます。あとはケース用の USB やオーディオ端子はありませんね。バックパネルは USB だらけ。 USB3.0 が4発、2.0 が10発、合計で14個。これも多くの設備を接続するために多いんでしょうね。あと LAN が2個ついてるのも業務用っぽい。ルーターとかも自作できそうだけどやりません。 GPU は内蔵してるようですが HDMI がなぜかありません。見たことがないような古めかしい端子が2個ついています。レトロ。裏面を見てみると自作 PC 用のマザーボードと比べてやっぱり表面実装部品のサイズちょっとでかいですよね。こんなに細かいのにシリク印刷でちゃんと部品番号が書いてあるのもレトロ。最近はスペースがなくて書いてない基板も多いです。わざわざ黄色いシールでシステム電源を入れる前に 12V の ATX コネクタを挿せとか書いてあります。 CPU 電源のことだと思いますが、入れないとぶっ壊れるのでしょうか。やっぱりよしだ。 CPU は基板にハンダ付けなので専用の CPU クーラーが最初からついています。80mm ファンなのでかなり小さいものですが、インテル純正 CPU クーラーと同じくらい。ちなみにザオシン KXU6580 は8コア CPU で TDP は 75W、 そこそこ発熱しますね。ちなみにザオシンは台湾のビアという会社の技術をベースに作られています。 Windows XP 時代に超低消費電力のちっこいパソコンあったでしょ。 C3 とか C7 とかそういうマジで使えないカス CPU のベアボンキット売っていた記憶ありますよね。まあインテルのカス CPU、 アトムが登場して消えてなくなった CPU、 そんな印象です。あれを引き継いで開発されているのがザオシン超新です。びっくりしたんですが、バックパネルが接着剤でガチガチに固定されています。外すことはできません。で、これが中華人民共和国製ザオチン KXU6780 です。なんか色が中華っぽい。この黄土色って基板の元々の色ですよね。普通は緑とかに塗装しますが、無塗装ってことでしょうか。
どんなに掃除してもきれいにはなりませんでした。グリス成分が CPU の表面を侵食しています。ヒートスプレッダーはなくてコアむき出しですからね。ヒートスプレッダーはないですが、なぜか CPU を囲うように金属の板が貼ってあります。まあ多分ですけど、 CPU クーラーを押し付けた時にコアに変な圧力がかかって割れないようにするための保護のものだと思います。大昔の AMD の CPU がこんな構造してましたよね。まあそれにしても20年前かよって見た目はしています。中華っぽいというか、2021年発売の最新 CPU なんですよこれ。 CPU が変な形してるせいで CPU クーラー側も特殊な形状をしています。まあこんなことするくらいだったらヒートスプレッダーつけた方がいいだろうって思うんですが、まあ変なこだわりがあるのか、ライバルのインテルと同じにしたくないのか、それはちょっとわかりません。そしてこの CPU クーラー、生意気にも芯は高級な銅製なのですが、緑色のサビが出ていて汚ねえです。綺麗好きの吉田さん、気持ち悪くて触りたくありません。管理用の QR コードねえじゃん。自作パソコン用のマザーボードだと VRM 回路が16個ありますとか24個ありますとか、まあわけのわからないスペック詐欺をしていますが、こういうやつは必要最低限って感じで本当に少ないですね。ヒートシンクすらありません。レトロ感があってでかく見えますが、インテル製の旧型 CPU よりも一回り小さいです。チップセットは CPU の色に合わせてうんこ色 ZX200 とかいうよくわからんやつが使われていますね。詳細は全く不明。調べてみると日立のショベルカーが出てきます。日立製なのかな。ノート PC 用のメモリーなんて持ってないんで買いました。クルーシャルの DDR4-2666 16GB×2枚の 32GB。 一応スペック上の MAX は 64GB の2666までです。 32GB で 15,000円くらいだったかな。 M.2 スロットがないのでシリアル ATA の SSD を使いました。 CFD 販売なのでバッファローですね。ダメです、ハマりません。いつものお気にのベンチ台につけようとしたんですがハマりませんでした。このベンチ台ネジなしワンタッチでマザーボードを固定できるんですが、どうやらこのマザー穴が小さいらしい。穴位置はミニ ITX と全く同じなんですがハマらん。その他は自作 PC 用のマザーボードと全く同じでした。特殊なものは特にありません。業務用だけども普通ですね。HDMI がない問題はこの変換ケーブルを使いました。超久しぶりに使うねこれ。スイッチオン。おお動いた。うるせ、爆音じゃねえかジェット機か。おお、なんだこれ、趣味が悪すぎるドン引きだよ。 IoT クラウドソリューションインタラクト with II II は IoT クラウドソリューションに協力しますみたいな感じでしょうか。 BIOS に IoT 感は全くありません。アメリカンメガトレンドの昔ながらの BIOS IoT クラウドソリューションですが、マウスは使えません。BIOS の機能的には最小限といった感じで、特に何か設定することもできることもありません。当然オーバークロックなんてできないですし、そんな項目すらありません。全部固定。驚きなのはファン回転数ですよ。 4225rpm やべえくらい速いです。でも回転数の割には静かなので結構いいファン使ってるのかもしれません。一応ファンコントロール機能はついてるみたいで、温度と回転数の設定をマニュアルで設定します。かなり分かりにくいですけどね。うるさいので下げておきました。ちゃんと回転数落ちた。ファンコンは一応効くらしい。CPU の型番が出てきました。ザオシンカイジアン KXU6580。 CPU にブランド名ついてるの編集していて気がつきました。お前カイジアンだったのかよ。8コアの 2.5GHz なので結構期待できそうなんですよねこの CPU。 ちなみに U6580A という末尾に A がついている CPU もあるんですが、そっちは 2.7GHz で吉田のよりも少し強いです。インテルでいう K12900K みたいな感じでしょうか。あー驚いているふりしていますが、まあ薄々気がついていましたよ。 Windows 11はインストールできませんということで Windows 10を入れました。 Windows 10インストールが終わって Windows アップデートだけ終わらした状態でスイッチを入れます。そういえばザオシンというメーカーは上海市が出資する企業らしいです。群馬県が CPU を作ってるみたいなむちゃくちゃなことしてるわけですが、それ驚異的ですよね。赤字を垂れ流したとしても潰れることはありません。無限の経営体力。 AMD の最新 CPU を超えるような性能を目指してるらしいんですが、まあ今すぐには無理でも10年後はわからないですよね。起動時間は約30秒、セレロンより早いです。ザオシン、この表記は見たことない強烈な違和感。カイジアン KXU6580。
クロックは固定ではなくてちゃんと変動します。仮想化には非対応みたい。 LAN はリアルテックのギガ対応のポートで Windows 標準ドライバーで動きます。まあ、問題点としては Windows アップデートをしたとしても一切のドライバーが当たりません。全部汎用ドライバーで動いている状況です。インテルとか AMD だったらアップデートするだけで全部当たりますからね。辛いところ。専用のグラフィックドライバーが当たっていないせいか表示がかなりカクカクしています。ザオシンのホームページを見ていたらグラフィックドライバーがありました。 Windows 用だけではなく Linux 用まであります。珍しい。で、これがクセモノで個人情報を入力しないとダウンロードさせてくれません。中華にそういうの入力したくないんだけど進めないんですよね。諦めて入力したんだけどデータがないとかエラーが出てダウンロードできませんでした。結局ね、個人情報だけ抜き取られて終わり。そもそもマザーボードメーカーのホームページにあるんじゃねと思ったら IEI が配布していました。個人情報返してください。これが極めてカスで、それっぽいソフトが立ち上がってはくれますが自動インストールされることもなく、クリックするとただ単に保存先のフォルダが開くだけ。何それ。しかもインストールできん。アドミンでインストールしろって言われるんですが、管理者権限で実行したとしてもインストールできません。結局サンリューブランドはソフトがカスなんだよね。オーディオドライバーは入りました。これはリアルテック製なので大手ですからね。まあ入れなくてもいい気がしますけど。一番入れたかったビデオのドライバーですが、これがね、どれをクリックしてもインストーラー的なものが起動しません。どういうこと？意味わかりません。ゴミすぎる。黒い画面が表示されて何も進まん。で、デバイスマネージャーから手動でドライバーを検索してみたら、なんかよくわかりませんけどドライバーが当たりました。そんな黒と思考なインストール方法ってある？何それ、やばいよやばいよ。で、このドライバーマジで終わっていて、当てたらソフトが画面内に表示されなくなるという問題が発生しました。存在していない画面領域にウィンドウが表示されているらしくて、見えないからクリックも移動もできません。意味わからん。なんだよって思いながらマウスでドラッグしまくっていたら、奇跡的にディスプレイの設定画面をつかむことに成功。まあ、どういうことが起きていたかというと、つながっていないアナログ VGA の方もつながっている判定されていたっぽい。こいつつながってるかどうかの判定機能はないみたいです。そんなグラフィックドライバー欠陥すぎでしょう。やばいよ。あと謎の3つ目の画面もチラ見せしてきます。このディスプレイが見つかりませんって表記初めて見ました。手動で無効化して一応使えるようにはなりました。クイーン、パリン。ドライバーの品質がマジ終わっていますが、動作自体は不具合ありません。普通に動きます。中華のわけのわからない CPU、 元ビアベースの期待できない CPU だとしても8コア 2.5GHz で動いていたら、まあ普通に使えますよね。 CPU 使用率もこの前レビューした12世代セレロンより余裕があります。まあそうは言ってもネットサーフィンくらいで8コアのスレッドの大部分を消費してるのはやばいですよね。アトムと同じ手法で雑魚を8コア集めてエイヤーってした疑惑あります。YouTube の再生もフル HD OK です。おそらく GPU 支援機能が全く動いていないので CPU のパワーだけで力任せに再生していますが、意外に動きますね。でも全画面表示への切り替えはもたつきます。これはね、低スペ CPU あるあるの挙動で、お前低スペ8コアなのに。やっぱり気になるのはシネベンチャー R23。 ちょっと古い Core i5 くらいの性能があるってネットに書いてあったんだけど、いや嘘つくなよってくらい遅いです。8コアでこの進捗具合はやばいくらい遅いと思う。どんだけだよ。進捗スピード2コアのセレロン君と大差ありません。8コアあるので進んでるように見えるけど、どっちもおっせ。結果としては2244、セレロンが2427なので、2コアの最新セレロンに負けてんじゃん。8コアなのに1個あたりの性能はセレロンの4分の1以下しかないってこと？やっぱり雑魚を大量に集めた CPU じゃん。思っていたよりも、まあ3倍ぐらい遅いかな。ここ最近の主要 CPU のスコアを海外のネットからパクってきてグラフにしてみました。まあ、最新の Core i9 や Ryzen 9の、まあ、10分の1の性能しかありません。まあ、最新の4コア CPU Core i3-12100F が8500くらいなので、それと比較しても4分の1の性能ですね。というかね、最新の12世代 Core i シリーズの安いグレード、性能高すぎるよね。コスパいいね。当分追いつけそうにもない、それくらいな圧倒的な差を感じます。中華に劣等感を感じているおじさん方、安心してください。当分我々のインテルは抜かれません、中華に。もちろんそうは言ってもアトムと比べるとだいぶ性能は上。吉田の動画でよく登場したアトム X5Z8350 よりも4倍も高性能ですから、普通に使える水準ではあるんですよ。こいつコア2クワッドよりも性能高いですから、まあ近いものとしては低消費電力向けノート PC 用11世代 Core i3 よりもちょっと弱いくらいですかね。デスクトップ用の第8世代 Core i3-8100 が3600なので、まあ古い Core i5 と同じくらいってのは言い過ぎじゃねとは思いますが、まあ使えなくはない水準だと思います。
ちなみにザクシオンさんはターボブースト的な機能はありません。 2.5GHz 固定、 CPU 温度はソフトがバグって読み取れん。 CPU-Z 君は優秀ですね。ちゃんと長身のロゴ出ます、さすが。プロセスルールは16ナノメーター。調べるとライゼンと同じ台湾セミコンで作ってるらしくて、かなり世代が古いですよね。まあ逆に言えば7ナノメーターや5ナノメーターといったより細かいものを採用すれば一気に性能が上がる可能性を秘めているとも言えますね。元となったビアの CPU ってストレージ周りというかいろんなところにバグがあったりして微妙だった記憶があるんですが、 SATA SSD の速度は 500MB 毎秒を超えていてちゃんとフルスピードで出ていました。そこは問題ないみたい。 USB も速度は十分出ています。問題なさそうです。内蔵グラフィックの性能を知りたくて、よくジャンク PC の動画で登場するような軽いベンチマークの定番ドラクエベンチを実行してみたんですが、最低設定でも起動しません。まああのドライバーですからね。パソコンとして使う場合は外付け GPU 必須。クイーンパリン。思ったよりも性能が低くてどうでもよくなってきているんですが、一応ビデボもつけました。 RTX3070 なので無駄にハイスペック。一応起動しました。ちなみに PCIe×16 スロットですが、内部的には ×8 しかありません。ドラクエベンチマーク、ビデオカードをつけたら起動するようになりました。やっぱり内蔵グラフィックがあまりにもポンコツだったようですね。このベンチマークって古いノート PC でも動くような軽いものなんですが、それでも動かないってどれだけ性能低いんだよって思います。でもスコアが死ぬほど低いです。6238しかない。まともな環境だったら2万以上出るはずなんですが、やっぱり CPU の性能が足を引っ張ってるっぽいですね。いつもの FF15 ベンチマークのフル HD 標準品質は軽いシーンでは60を超えますが、重たいシーンだと30くらいまで下がります。でもこれは最新セレロンよりフレームレート出ています。セレロンはもっと下がっていましたからね。複数のスレッドが動くような新しめのゲームの場合はコア数が多い方が強いのかもしれません。 Apex も同様にセレロンよりも明らかに快適です。セレロンでは CPU 使用率がマックスでしたが、ザクシオンだとちょっと余裕があります。シネベンチはザクシオンの方が性能が低かったんですが、あれザクシオンだっけ、まあいいわ。あれだけだと単純には優劣つけられない、そういうものみたいですね。インテルと AMD でも単純には比較できない。それと同じ、なんといっても処理不足でプチフリーズがしなくなりました。セレロンだと一瞬止まってカクついたんですが、それが全くなくて普通に遊べる感じ。まあ7万の価値があるかどうかは別だけど。あと人口20万人のシティーズスカイラインズも、まあカクカクはしていますが一応動いています。セレロンだと全く動かなかったと思いますが、ここも8コアの実力を発揮しているのでしょうか。ごめんね、雑魚を大量に集めても雑魚とか言って、ちょっとした雑魚をたくさん集めればそこそこ強くなるみたい。結論としては想像してたよりもだいぶ性能が低くて、セレロンと同じぐらいの性能。8コアの CPU としてはダメダメですね。あとドライバーの出来も最悪で、それも改良してもらわないと使い物になりません。まだまだインテルや AMD との差は大きいという印象ですが、これも5年10年と経った時にどうなっているか、それが楽しみですね。もしかしたら AMD オワコンになっているかもしれません。実はこのザクシオン、この前作ったセレロンミニ PC をパワーアップさせるために買いました。生放送の時にザクシオン使ってたら面白いでしょ。でも置き換え無理ですね。配信にグラフィック必須なので、それがあまりにもひどすぎます。なのでこのミニ PC のアップグレード策は別のおもろいやつを見つけたので、それを買いました。輸入している途中なので、届いたら紹介するので、チャンネル登録しつつ全裸待機をお願いします。ちょっと噛んだね。